会見を始めさせていただきます。冒頭、代表幹事の方からございますか。では質問させていただきます。新型コロナのことで話伺わせてください。また再び感染拡大しております。で、以前解除する時点でだいぶ増加傾向であったと思うので、やはりというところもあるかと思うんですけども、大阪府知事は第4波に入ったとも述べています。で、代表幹事、前回の会見で気持ちとしてはこれを最後にしていただきたいとも発言されていると思いますが、宣言の再発令までいかないにしてもまん延防止法の適用も視野に今入ってきております。で、毎回聞いて恐縮なんですけども、改めてこの経済との両立、あと二番底の可能性、こういったものについて代表幹事のお考えを教えてください。関連してもう一点教えていただきたいんですけども、東京五輪、聖火リレーも始まりました。で、コロナ禍の五輪開催について以前もチャレンジすることっていうのは非常に大事だというお話もありましたけども、国民の意見もこう分かれる中で、改めてコロナ禍感染者増えている中で五輪を開く意義期待などについて教えていただきたいのと、あと加えてその五輪開催の条件といいますか、今例えば300人ぐらい都内300人台、400人台だと思うんですけども、さすがにこれやっぱり1000人ないし、緊急事態宣言下になるとなかなか国民も祝福できない部分もあるかと思うんですけども、五輪開催の条件まではいかないにしても、大体どのぐらいの状況があれば、みんな喜んで、開催を納得してできるのかというところ、代表幹事どのようにお考えでしょうか。すみません、これは客観的なですね、その各都道府県あるいは全国の新規感染者数が言ってみれば6つの基準に照らして、どこまで行ったら開催しなか、行かなかったら中止っていうことまで私はコメントできる知見はないんですけれども、少なくともはっきりしていることは3月末の段階で海外からの一般観客の受け入れが停止した、取り上げた。それから、海外から そのボランティアですね、経営でも2000数百ですが、これも取り上げたということになれば、基本的には、無観客開催ということになることも視野に入っているわけですから、私はこの前申し上げましたように、万が一無観客で開催するにしても、長い歴史の中で初めてコロナと戦って、それでも、人類はというかですね、世界の人たちは、このコロナに打ち勝つべくオリンピックを開催したと。ただし、
その開催の仕方は無観客だけども、デジタルという技術を活用して、例えば VR を使う、例えばあの選手の一挙手一投足をですね、素晴らしく感激するような形で映る技術を使う。それからもう一つですね、実はあの橋本会長、あの IOC のさん、あの組織委員会の橋本会長がご挨拶を聞かれた時に話をしたんですけども、今の大会に限らず、これまでですね、多くのオリンピック、パラリンピック、冬季も含めてらしいんですけども、この予選というのは全く放映されなかったらしいんですよ。ところが、まあ、家族や友人にしてみると、自分 の, その応援しているその選手たちが、その予選落ちしてもですね、予選でどれくらい頑張ったかっていうのをぜひ見たいし、感激したいということで、せっかくそういう機会を得たの、あの無観客でやるんであれば、スマートフォンなんかを使って、デジタル技術を使ってですね、予選の試合風景、ゲーム風景をですね、見えるようなことをぜひやりたいと思っているということをおっしゃっていたので、それはあの希望だけではなく、何としても実現していただきたいと、経済界としても可能な応援したいというふうに申し上げております。ほとんど最後に、デジタルならではというか、無観客ならではという形でもって、世界で初めて、デジタルオリンピックをですね、成功させた国ということで、世界に誇れることになり得るというふうに思っていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。では、各社さんどうぞ。すいません、西日本新聞の下村と申します。2点お伺いします。まず1点目がですね、今の質問に関連して2番底の可能性はないというような話だったんですけれども、その第4波も言われる中で観光運輸ですね、 GoTo は再開されず、その五輪の今海外観光客も望めないということで、運輸観光の回復が難航しております。これらの業種もですね、回復基調に乗せるために政府や自治体などに望む施策などあれば教えてください。すでに2020、コロナ関連で一体どれくらい使ってるんだろうかというか、使ってるというか予算を含めてですね、計上してるかと調べてもらったらですね、2020年度で、73兆円、21年度の予算の中には23兆円含まれているということが、およそ分かりました。そのうち、その20年度に残っている予備費や23年度で計上している予備費がまだございますので、やはりかなり経済的な支援ができる、予算措置ができているということであります。で、今般新たな支援策として、主として食品業界、あ、ごめんなさい、医療ですね、食堂というか、そういった中小だけではなくチェーン店を営んでいる中堅の会社に対してもですね、いくつかの支援策が出されました。でこういったことを活用していけば、私はそれと先ほどの、まん延防止策を含めてですね、加えていけば2番直後に可能性はないんだろうなと思っています。もう一つ、その GoTo の話がございましたけども、ここは確かに今悩みどころだと思うんですけども、少なくとも、GoTo の結果、感染者が広がったという事実は、これはあるわけですから、このゴールデンウィークに向けてですね、今それをあえて打って出るというのは、コントロール可能な状態をコントロールできなくしてしまうリスクがありますので、慎重に考えてもらえればと思います。今言ったような形でもって、対策を具体的に打っていけば、効果が出てくると思います。一点ですね、あえて苦言を呈するようでなんですけども、実はこの対策費のうち、特に、いろんな形でもって使ったものが、先ほど申したように、20年度で73兆円のうちの38兆円ぐらいあるんですけど、いずれにしても、数十兆単位のお金がですね、コロナ関連予算を使われているんですが、実を言うと、このうち、これらは、ほぼ全部
赤字国債から出ているということなんですね。赤字国債は何かというと、将来の世代からの、まあ、言ってみれば借金というふうに言い換えられますので、そういったあの納税者、将来の納税者のお金をですね、貴重なお金を使ってしっかりとこのコロナを対処しようということがありますので、いくらのお金をどこに使って、そして今までいくら使ってですね、あといくら残っていて、でさらに、その使った結果の効果はどうであったのかということについて、まあ、通常であれば、まあ、民間企業がやるような説明責任というのは、やっぱりしっかりと政府は今すぐじゃなくてもいいけれども説明できる準備をしておいていただきたいと、やっぱりとてつもない金額を使っておられるし、21年度の予算106兆円、この106兆円の予算もですね、この国債に依存する割合が 41% というほとんどが借金の関係ということですから、ここについては、まあ、同意会としてはあえて苦言を呈するわけではありませんけれども、忘れてはいけないということをもう一度だけ申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。すいません、あともう一点お伺いします。菅総理がですね、来月訪米を控えておりまして、菅外交が本格化するわけですけれども、ウイグル問題、ミャンマー情勢なども課題になってくると思われます。財界としても難しい問題だとは思うんですけれども、日本政府どのような態度を表明すべき、もしくはどのようなスタンスで臨むべきとお考えか、大務幹事のご所見を伺います。まず第一に、私として高く評価したいチャンスだと思っているのは、新政権、バイデン政権がですね、初めて、フェイス2フェイスで会う、首相と、トップという意味では日本が選ばれたということですので、選ばれたという言い方はちょっとあれですけど、日本になったということは、まあ、両者にとって大変貴重な機会だと思います。その機会を利用して何をすべきかということが大事だと思っています。これは強く言われてくれたいと思います。で、今まさにご質問あったような、この外交関連あるいは地政学関連ということで言えば、米中の問題があり、そしてミャンマーの問題があり、北朝鮮の問題があり、そして日本と中国との問題があり、日本と韓国、もう全てがですね、言ってみれば地政学的なコンフリクトをはらんでいる。でこの中でやっぱり基本原則としては、安倍外交があったように、やっぱりその民主主義という価値観をその共有する国はしっかりと手を倒す手を携えているということを示していく必要があると。でそれは、理念であり価値観ですから、どんなに声を大きくしていってもいいことだと思いますが、今ご質問になったその中における日本の役割という点になってくると、それは若干違ってくるんですけど、それどういうことかというと、同じ目的、すなわち民主主義という価値観を持った国をできるだけたくさん作っていきましょうと、そしてそれに向けて、そうじゃない国に対して、まあ、働きかけていきましょうと、これは微動だにしなくてするべきじゃない。ただそれに向けてどういう行動や役割分担をすべきかというのになってくると、ここには違いがあるべきで、例えばそれは米国と中国、あるいは米国とミャンマーにおいてはですね、おそらくガチッとぶつかっていると、まあ、ガチで使っているのがいいんでしょうかね。でおそらくそれは今後ともそうなっていくと思いますし、それに、見合った形の、制裁もあるんでしょう。ところが気をつけなきゃいけないのは、一番いけないのはコミュニケーションがなくなってしまって、アクセンタル事故が起きた結果戦争に繋がっていくという、コールドバーがホットバーに迫っていくのが一番怖いわけ。そういう意味では誰かがコミュニケーションを両者との間で取るという必要があるという感じになってくると、中国との関係もそうかもしれませんけど、とりわけミャンマーにおいてはそのクーデターを起こした国軍との関係もしっかりと回復があるというのが日本ですから、今回、総理がバイデン大統領と会う際にですね、これは外交ですので私が言うのも変ですけども、どんなことを話したかということを一から十まで全部公表するというのはできないと思います。しかしながら、目指すところはこういうことだけども、その中で日本はこういう上がりをするよということをトップ同士の中でしっかりと生きるというか合意しておくということで、お互いにその後行動が違ってもしかし目指すところはしたというようなことが分かるような、
そういったあの外交、あるいはそのトップ会談を目指していただきたいし、G7 においても同じことで、日本ならではの外交の役割というのは十分ないと思っています。NHK の山田と申します。第4波の懸念がある一方でですね、その国民にはコロナ疲れといいますか、自粛疲れといいますか、そういうのも指摘をされていると思うんですけれども、その感染対策の呼びかけですね、この宣言が解除された中での呼びかけはどういう形がですね、効果的なのか、何か、大変感じの考えがあればお聞かせいただけたいのと、はい、あとそ の, あのすごく大事だと思ってます。あの疲れているのは間違いないんですけれども、昨日もあの西村大臣とのウェブウェブ会議という面談を申し上げたんですけど、いつかはあの元通り戻るっていう、あのなんていうんでしょうかね、希望みたいなものは、捨てた方がいいという人多いですけど、そうではなくて新しい普通に向かっていくんだということを、政府自身もあのいわゆるそのテレワークやリモートワークや、あるいは3密回避ということを声高に言うだけではなくて、新しい普通っていうのはこういう生活になるんだということを、国民の、私も含めて国民がみんな見ると聞くと、あ、そういうことなんだと、そしてそれは決して、悪い暗いことじゃないんだということを示していくことができるんじゃないかと思っていることを伝えています。で、抽象的に言ってもわからないんで、これは動画とかですね、アニメとかでもいいから、とにかく新しい普通ってこういうことなんですよ。例えばリモートワークで、あるいはワーケーションで、あるいはエッセンシャルワーカーについてもですね、デジタルの力でもって、こういう新しい普通がやってきます。それに向かって私たち国民も行動を変えていきましょうという働きかけをすべきで、我慢しましょう、捉えましょうというのはですね、もうフェーズは、そういうフェーズは終わったんじゃないかという、積極的に変わっていく、それによって結果として感染予防につながっていくというふうにフェーズを変えていくというふうにおっしゃっています。すでに経済界もリモートワークの徹底を呼びかけていると思うんですけれども、新たにですね、経済界としてできることというのは何かあるんでしょうか。新たに経済界としてというよりは、これは私は持論なんですけど、マクロの政策で何かをするというのは実行力により実行体実際の効果ですね、においてはあんまり僕は期待できないと思っていて、そうするとその政府の政策が期待できないかというふうに誤解されるやつ、そうではなくて、政府の政策の裏側には現実の経済とか現実の国民の生活というのは常にこう想像力豊かにつながっている、あるいは、関連しているということが分かるような、分かっている人が分かってなきゃいけないということを思うんですね。そういう意味では今経済界としてリモートワークをしましょうとか、経済界として新しい普通に向けて行動変容しましょうって掲げて出してるんですね。おそらく変わらないと思います。何をしなきゃいけないかというと、じゃあリモートワークが定着してないところ、リモートワークによってストレスを発生していることは、ところが何なのか、原因は何なのかということはそれぞれみんな掴んでるはずですから、例えば私どもで言えばですね、明らかになっているのは、前申し上げましたけれども、リモートワークしてくれ、頑張ってくれ、適当に適宜報告してくれ、これじゃ全然ダメで、この1週間のリモートワーク、あるいは週に2日リモートワークに帰るんだけど、その間にやってもらいたいと、こういうことになると。それがその結果に、結果はきちんとフェアに評価しますということを、それぞれの人とですね、握っておくと、結果は合意しておく。すなわち、それを全部まとめて言うとですね、私は管理職教育と言ってるんですけども、リモートワークを、巧みに、マネージできる管理職をたくさん作っていくことがまず一つあります。二つ目は、社員側の問題でもあるし、これ組合とも話してますけども、評価をその何時間働きましたかという、昔で言うインプット主義というやつですから、これをアウトプット主義に変えていって、どういう成果を出したら、どのような評価しますかというふうに、人事制度そのものを評価制度に変えていく。3つ目はですね、これは答えですが、ダイバーシティですけど、ダイバーシティっていうのは、もう働く場所のダイバーシティもあっていいと思っていて、会社に行って何時から何時まで働いたら、
それをその自宅あるいは自分の別荘あるいはホテルで誰かが働いたことにならない。ホテル自体が全く反省するので働く場所のダイバーシティをするということ、等等で言えばコロナ禍で疲れている場合じゃなくて新しいその普通に向けて前向きに取り組んでいくことがたくさんあるはずですから、そういう具体的なこう知恵をですね、各企業が宣言してもいいし発表してもいいし、そういう企業が評価されるような世の中になっていくかと思います。はい、どうぞ。水産さん。フジテレビの水産です。こんにちは。2点ありまして、1点目が、昨日 の自民党の二階幹事長の、解散総選挙に関する、発言がありまして、永田町の中でにわかにですね、そのオリンピック前にも解散総選挙があるんじゃないかという発言で、噂レベルのですが、飛び交っています。中にはですね、4月末に解散総選挙、解散して5月に投開票というような噂も入ってきているんですが、まずこのタイミングについて、経済界としてどういうふうにお考えになるのかというのが1点と、あともう1点がですね、先週の話なんですけど、厚労省の職員が、大人数23人で銀座でですね、深夜まで、アルコールを伴うですね、会食をしていたということの問題になっています。これについて先ほどの NHK さんの質問にまた関連するんですけど、これについて、どう思われるかというのを聞いてお願いします。以外幹事長の発言については、経済合理的には私はよく分かりませんが、もし政局ということなんであれば、私は知識、情報もないので、コメントはできません。ただ、経済合理的に今まさに、あるいは国民から見てですね、今まさに何かの形で真を問うべきだというふうな、その何かっていうのがあるとすれば、それは何なのかなと、一言言うと、何の目的で、選挙をやらなきゃいけないかっていうのはよく分かりません。それがオリンピックの前になったら突然出てくることかも分かりません。ただはっきりしていることは、仕事をしたいというふうに総理が言っているわけですし、今回予算を通してですね、そしてやっと攻めるというのは、予算を使って経済、予算を使って国民の安全、外交をですね、まさにやろうとしている、まさに矢先でありますから、その最中に解散があるかないかについては、本来国民の立場からするとあんまり議論すべきではないと、議論しても、大きな干渉が出るのかなという気持ちはします。よくわからないというのが正直だと思います。2つ目についてはコメントしなきゃいけないですかという話がありまして、ちょっと質が悪いというか立ちが悪いですよね。23人であり、もともとそのこの感染防止を積極推進しなきゃいけないところであり、23人であり、しかもそこまでやっているところをあえて探し、そこまでやっているというのは、つまり時短の要請に応じないところをですね、これは事実かもしれませんけど、積極的に探してそこに行ったということですから、何も変えないので、ちょっと前論外のことを使って、えらい面倒くさかったんで、論外も言いますけど、コメントするに値しないということを、ちょっと深刻に考えなきゃいけないと思いますね。ありがとうございました。産経新聞の読みです。スウェーズ運河でですね、日本船籍の船が故障してですね、6日間程度、封鎖されて、今日から、今朝方、日本時間の朝方未明ですね、から動き始めたようですが、まだそれでも3日程度、渋滞の混雑の解消がかかるということですが、こういった物流のところがですね、こういうふうな形で、かなり問題が起きて、今回は6日で済んでよかったのかということもあると思うんですが、まずこれ、この問題がどういうふうな経済に影響を与えるか、特に日本企業にとってはどういった問題があったのか、ということと、あと
今後の対策についてですね、どういうふうに考えていらっしゃるか、お願いします。スエズ運河というのをどういう機能と位置づけるかというのはとっても重要だったと思っていますけども、私は詳しいことは分かりませんが、少なくとも戦略的なチャネルというのは運河だというふうに理解しています。それは、したがって本来であればさらに掘削作業なり工事を進めて広く取り深く取るということがとても重要なんだと思いますけども、あの状態にあるということは、あの状態にあること自体が戦略的に、それが地政学的に意味があると、関係国というふうに考えるとすると、今後、あそこの、海峡というか、チャンネルはですね、さらに大きく太くなっていくべきだという議論が出てくるかどうかは、私は分かりません。そして、それについてはあまり楽観していません。最初の質問ですけれども、これは大変だということで、当然のことながら原油の先物がすぐに反応して、私の理解では数パーセント一旦上昇しましたけれども、ここのところ一方でその欧州のロックダウンというか、感染蔓延の上昇を受けてですね、経済が停滞するかもしれないと、逆にまた下がったということで、また落ち着いて、結果として、元に戻っているということになりますので、日本経済への影響は、現段階では私は大きく出ているというのは聞いていません。したがって、再発防止という観点だと、さっきの話に戻るので、このチャネルそのものがどういうその位置づけなのかということについて、関係国なり、あるいは国際社会で議論するような、機会が出てくるのかどうか、今回の仕事はその契機になるかどうかですが、おそらく今回のようにその民間の、商船、コンテナ船のですね、事故の契機ということは消えないだろうと思いますね。東京新聞の中です。ちょっとまだ早いんですけど、東日本大震災が起きた後、いわゆる震災復興税っていうのを取られましたよね。で、多分冒頭回答も代表幹事も来られたらすいません。国債で分からってはいるんだけど、いずれそのコロナ復興税というか、その課税をねする可能性ってあると思うんですが、その昨日の西村国務担当大臣のとオンラインの会談でも、そのちゃんと何に使ったかっていうのをちゃんと説明してほしいというのは今日の発言でもあったんですが、やっぱり そうは言いながら、やっぱり財政当局はやっぱりいつかこの経済が戻ってくれば、そこで一回戻したいというか課税したいという思いはあると思うんですね。この辺についてはどうですか。なんとなればですね、先ほど の解散の話というのは、立憲民主党が内閣審議案を出すのに対抗して、二階幹事長がその受けて立つということで、解散をやろうということだったと思うんですけどね、争点のない選挙をやるというのは全く意味ないことだと思うし、そのやっぱりこの新たな普通の生活というのは、なかなか厳しいと思うんですね。やっぱり野球なんかプロ野球やってますし、選抜もやりました。人数制限はされてますけどね、やっぱりリアルなものの意義っていうのはやっぱりあると思うし、その延長っていうかその先にはやっぱりオリンピックっていうのもあると思うんですよね。だからそのみんな感染防止に結構皆さん注意してやってると思うんですが、改めてそのやっぱりリアルのために何をすべきか、リアルな生活に戻すために何をすべきか、それは新たなリモート生活もいいんだけど、ちょっとその元に戻りたいなっていうのがたくさんあると思うんですね。その中でその、冒頭のその、もう一回税金を取るんじゃないかっていうのは、考えに、出てきたら、大場にどういうお考えになるか、ちょっとご覧ください。これ二つに分けて考えたいと思うんですけども、まず一つのリアルな生活を に戻りたいという気持ち、どうなのかと思ってますけど、これは私自身も含めて戻りたいです。それリ
アルな生活イコールコロナ前のリアルな生活だったっていうことだと思うんですよ。これこそまさにワクチンに期待したいところなんですけども、またこれからですけども、しかし一応徐々にスケジュール化されてます。でワクチンによってコントロール可能ということになってくれば、これはリアルな生活ができるんですけども、じゃあ楽しいリアルと苦痛のリアルってあるじゃないですか。つまり楽しいリアルっていうのは、今まさに中田さんおっしゃったように野球、相撲、コンサート、感激、いろいろありますね。そういう楽しいリアルはコントロール可能な範囲でもって、そして今回コロナで見舞った知見、手をその女性をするとか、その2人が、サニタイズするとかですね、マスクするとかっていうのは今後ともやったらいいと思います。でもリアルでいいですと。しかし、あるいは場合によっては将来は、将来そんな将来ではないけども、陰性のその電子証明書を持ってる人が入れますっていうすればいいんだろうと思うんです。つまりリアルな生活は楽しいリアルが主にあるべし、ただ満員電車は楽しいですかとか、それこそ大都会のですね中で、そこにその巨大地震が来た時ってどうなのかというような密の状態がいいですか、車の、ラッシュが楽しいですか、ありえない話ですから、こういったことを回避するために、新しい働き方、しかし新しい働き方をしながらリアル のエンターテインメントなり、あるいはキャンプなり、なんですか、楽しむというのはありですから、そういうのを全部くるめて新しい普通だと私は申し上げます。もう一つ、まさにおっしゃった通りで、立憲民主、僕の理解でもお話したんですけど、立憲民主の、言い方をちょっと乱暴ですけど、売ってきた結果は買いますよっていう趣旨のことをおっしゃったので、積極的に二階さんが解散すべきというわけじゃないんだと思うんですけど、先ほど申したように、何が争点なんですかというところについては、もっと他にやることあるでしょうっていうのは私の率直なところですし、そのような理解を与党もしていただければと思っていますが、もう一つ、もし争点として今やるべきじゃないということ、いずれやらなきゃいけないことは、そして景気がある程度正常に戻ったときには、今回使った、コロナで使っただけではなく、この2年間で90兆円近い赤字国債を投資しているわけです。これによって、財政、赤字がさらに膨らみ、2025年 BB っていうのはまだ旗を下ろしてませんけど、私自身は現実的には無理だと思います。じゃなくて、BB を新しく今回100年にしたことが起きたんだから、でそのために必要な出費をしたので、それはそれとして受け入れて BB を達成することは、これはもう絶対必要なことなんで、どういうタイミングで、どのような方法でっていうことを議論するタイミングがもう来るだと思ってます。という会話を始めようと思ってますし、早ければ第一試合のどこかで、新しいモデルをですね、提言していきたいと思います。つまり消費税、今まで 17% ということを、ご紹介、これがどうなのか、コロナによってどのように変わるのかって含めて、試算しておりますので、いずれにしても、その中で、復興税に近いようなものとして、もしかしたら、目的税的なですね、資源銀行的な税というのは、検討の訴訟には回ってきても私はおかしくないと思っています。ただそれがいついくらなのかということについては、経験に申し上げることはできませんが、関連性としては十分に聞こえています。
今大きな変化は出ていないのかなというふうに感じるんですけれども、おっしゃったら今、自分側が新卒の学生に求めることというのは、どういったことに変わってきているというふうに考えられますでしょうか。基本的なその、特性というか強みというかですね、というのはあまり変わってません。変わってませんと何かというと、私自身の例で見ると、ずっと新入社員が入社式、グループ全体の入社式に向かってですね、話すことっていうのはやっぱり、変化の時代なので、特に激変の時代なので、文化と言うんですけども、時代なので、染まる前に、その世間に、社会に、会社にですね、会社に染まる前に、染まる前の新鮮な目でもって、見て、大いに発信してほしいというふうに言ってました。気をつけて発信してほしい。それから、昨今、特にこの2、3年、特に2年ぐらいですかね、強調しているのは、ダイバーシティアンドインクルージョンというのは、もう5題目がすごく高くなったということなので、日々の生活、会社生活の中においても、それを感じるように、我々もしてくれても、経営陣もしてくれても、皆さんも、心がけてほしい。何を言いたいかというと、男、女とか、あるいは日本人ってそうじゃないとか、年齢の上の人が下の人であって、その人が全部集まって、みんなが違う、つまり異質だからこそ新しいものがあるというか、っていう話はですね、私が入社した40年前に比べると、はるかに普通に受けられているので、私は若い人に期待しているし、その期待していることをそのまま伝えることでいいんじゃない。とりわけなんか今の若いのかっていうことを言う必要は全くないと思っています。ではよろしいでしょうか。ではこちらで協議会に終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。